Ruby 会議2007は以上をもちまして全プログラム終了となります。閉会に際しまして、日本 Ruby の会会長の高橋正義さんより閉会のご挨拶を差し上げます。それでは高橋さん、よろしくお願いします。はい、それではクロージングです。皆様、2日間どうもお疲れ様でした。これにて、すべてのセッション、日本 Ruby 会議2007のすべてのセッションが、完了いたしました。長い時間どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。この2日間、皆様、楽しんでいただけましたでしょうか。で、また来年も、ありましたら参加したいでしょうか。ありがとうございます。で、早速、Ruby 会議2008についてアナウンスなんですが、まだ何も決まってません。で、詳細についてはウェブで検索していただければと思います。で、最後に、オープニングの繰り返しになりますが、謝辞ということで、スポンサー、まずスポンサーの皆様に、お礼を申し上げたいと思います。で、こちらですね、もう一度申し上げます。株式会社ネットワーク応用通信研究所様、株式会社アスタリクス様、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社様、インフォテリア株式会社様、楽天株式会社様、株式会社ドリコム様、日本 IBM 株式会社様、サンマイクロシステムズ株式会社様、株式会社英和システムマネジメント様、株式会社フィードフォース様、株式会社ミーム様、京セラコミュニケーションシステム株式会社様、ニフティ株式会社様、株式会社ツインスパーク様、以上の皆様から、ご協賛いただきました。どうもありがとうございました。そして、株式会社インターネットレボリューション様には、技術協力ということで、こちらも協力いただきました。ありがとうございました。で、そして、スピーカーの皆様、この2日間、壇上でお話しいただいた皆様にも、お礼申し上げたいと思います。で、そして、基調講演をしていただいた、松本幸宏さん、そして、デーブ・トーマス、先ほど素晴らしい講演をしていただいたデーブ・トーマスさんにも、温かい拍手をお願いいたします。そして、会場にお越しいただいた皆様、あるいは会場で、会場に来られなくても準備の方でずっと働いてくださった皆様にも、この場で借りて、お礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。大変素晴らしかったと思います。これにて、すべての、プログラムを終了いたします。日本 Ruby 会議2007、これをもって終了といたします。どうもありがとうございました。